セカンドランナーホームイン。バファローズ1点追加します。右中間へのタイムリーヒット。バファローズ大量リードとなっています。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。打ちました。センターへ打球伸びる。ここはフライになっています。オコエが掴んでスリーアウトです。しかしこの回バファローズ1点を追加しています。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。打った、取りました。これが今日4本目のヒット。ノーアウトランナー1塁です。バッターボックス古久保、今日は2本のホームランを放っています。ヒットでランナーを打った。高く上がった。頭上ぐん突き刺さった。ツーランホームラン。なんと今日3本目のホームラン。初球でした。ぎっちり捉えた当たりはフェンスを越えてスタンドへ。追加点が入りました。オリックスバファローズ、いや完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね。バッターボックスは9番マキス。前の打席はツーベースでしたからね、はい、今日はバットが触れてるようなんでここも思い切って狙っていってほしいですね。そうですね。バファローズホームランで得点を挙げています。おっと空振り、真ん中でした。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。これは4球目打っていきましたがファールグラウンドへの当たりでワンアウトです。打順はトップに帰って水口。今日は盗塁が一つあります。ワンアウトになっています。アウトコース見送っています。打った、取りました。一塁アウト。バッターは2番山本。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ツーアウトランナーありません。ちょっとすっぽ抜けた感じです。ボール先行です。高め空振り。次が4球目。一二塁間、取りました。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。しかしこの回バファローズツーランホームランで得点を追加しています。バファローズのリード広がっ、今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。インサイド見送っています。さあ2球目は何か。さあ3球目は何か。インロー見送っています。打ちました。レフト下がっていく、下がっていく、入った。ホームラン、ソロホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン。今ゆっくりと打ったバッターホームイン。いや完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね。バッターは DH 小栗。今日はここまで5安打の大活躍です。いやもう完璧ですね。すさまじい集中力を見せています。バファローズホームランで得点を挙げています。これで6打席連続のヒット。ノーアウトランナー1塁です。バッターは5番クリ。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。いや勝負強かったですよね。はい、まあちょっと余裕も出てきたんじゃないでしょうか。はい、この打席も期待しましょう。ランナースタート。キャッチャー2塁送球する。走塁成功。いやこの点差ですから向こうもあまり警戒してなかったでしょう。引っ張った、これはどうか。浅村一塁を送ります。アウト、ワンアウト。タッチしてダブルプレイ、一気にツーアウト。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。打ちました。これは大きい、伸びていく、どうだ。レフトの頭上を越えていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。今日2本目のツーベースヒット。ツーアウトランナー二塁。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。
打った、高く上がった、センターバック、センターバックする、スタンドには届きません。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。バファローズ1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット、バファローズなおもチャンスです。打席には1番バッター古久保、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。思い切りのいいスイングで放り込みましたよね、ここは気持ち的に余裕があると思いますけど、緩めずにどんどん行ってほしいですね。はい、ここはもう一発狙ってるんでしょうか。バッターの古久保、今シーズンの得点圏打率は7割飛んで、打ちました、いい打球だ、レフトが追いかける、ぐんぐんだ、入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン、追加点が入りました。オリックスバファローズ、いや完璧に捉えました、見事なホームランです。そうですね、バッターボックスには9番牧、バファローズホームランで得点を挙げています。バッターボックスには代打の羽田、バファローズホームランで得点を挙げています。打ちました、これは大きい、伸びていく、この打球はフライになっています。初球から積極的に行きましたが、最後はレフトフライ掴んで3アウトです。しかしオリックスバファローズ打ちに打ちました、大量リード、大量得点。京セラドーム大阪です。パシフィックリーグ公式戦、オリックスバファローズ対東北楽天ゴールデンイーグルスの24回戦です。イーグルスマウンドに上がるのは先発の石橋。さあ、バファローズ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。バッターは水口、昨日のゲームではマルチ安打を記録しています。チャンスで打ってましたよね。さあ、この調子を維持していけるか。相手を0点に抑えて、これから1回の裏に移ります。外外れてボール、ボール先行です。打ちました、セカンドうまくさばいてアウト、ワンアウトです。バッターは注目のルーキー山本、現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン石橋、まずは先頭バッターを打ち取っています。マウンド上のピッチャーは石橋、そしてキャッチャーは足立。このバッテリーをバファローズ打線がどう攻略していくか。外れていきます、ストライクが入りません。打ちました、この打球はフライになっています。セカンドが落下点に入ります。掴んで2アウトです。バッターはデイビス、現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン、2アウトになっています。
今日の先発ピッチャーは石橋。ここまで7勝をマークしています。打ちました。高く上がった。レフト下がっていく、下がっていく。レフトオーバーのヒットになりました。バッターランナーは2塁まで進みました。これで5試合連続安打。ツーアウトランナー2塁。打ちました。取った。一塁へ。一塁アウトで3アウトチェンジです。先ほどのシーンリプレイでご覧いただいております。先制のチャンスがあったバファローズですが、そのチャンスを生かせません。2回の裏、バファローズの攻撃。バッターは注目のルーキー九里。昨日は猛打賞を記録しています。前の試合は調子が。初球打ち、ワンバウンドヒットになりました。これでシーズン最多安打記録を塗り替えました。ノーアウトランナー一塁です。ランナー動きませんね。初球から走ってくるケースは多いんですけどね。ここはゴロを打たせるようなボールには気をつけたいですよね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。変化球空振り、ワンアウトです。さあバッターは村上。この打席でホームランを放てば今シーズン70本。打った。レフトに強い打球。レフトバックする、バックする。レフトオーバー。バッターランナーは二塁到達。チャンスを広げていきます。ワンアウトランナー三塁二塁。初球打ち、これは行ったでしょうね。打った瞬間確信したか。ぐんぐんだ、入った。先制のスリーランホームランです。オリックスバファローズ、これで3試合連続のホームラン。初球でした。ジャストミートした打球は特大のアーチを描きました。バファローズ先制しました。3対0。見事な一発が飛び出しました。ご覧いただきましょう。期待通りのバッティングで先制ホームランを放ちました。いや本当に見せてくれますよね。先制点はホームランから生まれました。バッターは牧。現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン。バファローズホームランで先制しています。赤星さん、先ほどは鮮やかな先制点でしたね。そうですね、しっかりと自分の役割を果たしてくれましたよね。そうですね、この勢いをこのまま続けることができるか。引っ張った。レフトに上がった。ここは打ち上げています。島内が掴んで2アウト。打順は1番に帰ります。バッター水口。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。2アウトになっています。際どい、膝元よく見ていきました。ボール先行です。打ちました。痛烈な打球、切れました。ファールボール。打った。レフトに大きな打球。ぐんぐん打球が伸びている。伸びて、レフトが追いかけますが頭を越えました。バッターランナーは二塁到達。ランナー出ました。オリックスバファローズです。ツーアウトランナー二塁。インサイド落ちました。ヒットになった。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う。セカンドランナーホームイン。バファローズ1点追加します。センター前へのタイムリーヒット。4対0。バファローズ4点リードとなりました。期待に応えるバッティングを見せました。点差を広げます。まあこうなってくるとチーム全体が乗ってきますよね。大きなリードをもらいました。打順は3番デイビス。先ほどの打席でレフトへのツーベースヒットを放っています。初球空振りです。得意のボールでストライクを取りました。低め見送っています。ファーストランナースタート、ヒットエンドラン。藤田一塁送球、一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回バファローズ3ランホームランが飛び出しました。2回終わった赤星さん、今日は打線が非常に頼もしいですね。ご覧になっていかがですか。そうですね、多少甘く入ったところは確実に捉えてる印象がありますね。本当そうですよね。甘い球を見逃しません。
ファウルになります。低めの変化球は決まりません。打ちました。高く上がった。この当たりはどうか。右中間破っていきました。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。先頭バッター出ました。バファローズノーアウトランナー二塁です。初球空振りです。バッターボックスの九里、今シーズン得点圏での打率は、打ったスタンド一直線門入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これでホームランダービートップとの差は2本。真ん中に入ってきたストレート、しっかりと引っ張った当たりはフェンスを越えていきました。追加点が入りました。オリックスバファローズ6対0になりました。さすがクリーンナップという一発でした。その差を6点と突き放しました。期待通りのバッティング、追加点となるホームランが出ました。いやー、彼らしい見事な一打でしたね。大きなリードをもらいました。バッターボックスは6番金村。バファローズホームランで得点を挙げています。ちょっとすっぽ抜けた感じです。ここは狙っているボールが来たらフルスイングでしょうね。なるほど、そうですか。切れていきます。ファウル。ワンボールツーストライクです。バッター見送りました。さあ仕留められるか。またファウル。6球目は何で来るか。打ちました。大きな打球になった。伸びていく。どうだどうだ。フェンス直撃。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁まで進みました。これで3連打。ノーアウトランナー2塁です。さあ初球は何か。ファウルになります。打ちました。弾き返した打球は左中間へ。センターが取りました。打順は8番古久保。先ほどの打席で先制となるスリーランホームランを放っています。いや最高の結果を出しましたよ。打ちました。茂木一塁送球アウト。ここは送球が間に合っています。9番バッター牧。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。ツーアウトになっています。インサイド落ちました。最後はファールグラウンドで掴んでスリーアウトです。しかしこの回バファローズツーラン。これから4回の裏バファローズの攻撃です。さあマウンドを任されたのは寺岡。今シーズン18試合目の登板です。昨日に続いての登板となります。初球ボール。打ちました。取った。一塁送球します。アウト。ワンアウト。打席には2番バッター山本。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。勝負強かったですよね。ナイスバッティングでした。打ちました。高く上がった。ぐんぐん打球が伸びて入った。ホームラン、ソロホームランが出ました。これがチーム3本目のホームラン。初球でした。しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。追加点が入りました。オリックスバファローズ7対0。鮮やかなホームランを見せてくれました。打席には3番バッターデイビス。バファローズホームランで得点を挙げています。三塁線、藤田掴んで、これでマルチヒット。ワンアウトランナー一塁となりました。バッターボックスには指名打者の小栗。先ほどは見事なツーベースでしたよね。はい、ここも思い切っていってほしいですよね。そうですね。ヒットでランナーを一塁に置いています。痛烈な打球、これは入りますね。高く上がった。突き刺さった。ツーランホームラン。これでシーズン本塁打記録を塗り替えました。真ん中にすっと入ってきた変化球、思い切り引っ張ってスタンド深くまで運んでいきました。追加点が入りました。オリックスバファローズ9対0。らしいホームランを見せてくれました。打席には5番バッター九里。先ほどの打席でツーランホームランを放っています。よく伸びましたよね。ナイスホームランでしたね。一発打ってリードもしてますんで余裕を持って打席に立ててるでしょうね。そうですね。
バファローズホームランで得点を挙げ取りました。アウト、スーパープレイ。バッターボックス金村、先ほどの打席でレフトへのツーベースヒットを放っています。ツーアウトランナーありません。打ちました、これは浅いフライ、これでマルチヒット、ツーアウトランナー一塁。バッターボックスは7番村上、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席は打った、センターに強い打球、ぐんぐん打球が伸びている、伸びてセンターオーバー、ホームに送球、ファーストランナー一気にホームイン、バファローズ1点追加します。センターオーバーのタイムリーヒット、10対0、バファローズなおもチャンスです。バッターボックスは8番古久保、相手に流れが傾かないようにこのチャンスをしっかりものにしておきたいですよね。さあ大量リードですが、ここはまたチャンスになりました。インコース、これは外れます、ボール先行です。打ちました、痛烈、切りました、ファールボールです。バッターの古久保、今シーズンの得点圏打率は7割超、引っ張った、取った、一塁へ送ります、一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回バファローズ2本のホームランで追加点を挙げています。5回の裏バファローズの攻撃、バッターボックスは9番牧、先ほどの打席はファールフライに倒れています。打ちました、浅いフライ、ここは打ち上げています。初球から積極的に行きましたがセンター掴んでワンアウト。打順はトップに帰って水口、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。まずはワンアウトを取っています。打ちました、これは浅いフライ、ここはフライになっています。ストレートを打っていきましたがセンター掴んでツーアウト。2番バッター山本、まあ、ここはさっき打たれたフォークの使い方には注意したいですね。さあここは同じ、打ちました、これは大きい、伸びていく、ライト深いところ破っていきました。バッターランナーは二塁まで進みました。これで3安打猛打賞、ツーアウトランナー二塁。バッターボックスには3番デイビス、相手に流れが傾かないようにこのチャンスをしっかりものにしておきたいですよね。さあ大量リードですがここはまたチャンスになりました。バッターボックスのデイビス、今シーズン得点圏での打率は5割9分3厘となっています。素晴らしい数字だと思いますね。非常に勝負強いですから、さすがクリーンアップと言っていいと思いますね。ここも決め打ちました、いい当たりだ、左中間に強い打球、レフト入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これで5試合連続のホームラン。追い込まれてからのストレート、打ち返した打球は大きな当たりとなってスタンドに届いていきました。追加点が入りました、オリックスバファローズ12対0、鮮やかなホームランを見せてくれました。バッターは DH 小栗、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。よく伸びましたよね、ナイスホームランでしたね。打ちました、打った瞬間確信したか、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。三塁キャンバス回ってホームに帰ってきました、13対0、主砲の一発で1点を追加します。大きく点差が広がっています。打順は5番クリ、バファローズホームランで得点を挙げています。初球はストレート、決まっています。アウトロー見送ってボール、次が3球目、打ちました、浅いフライ、ヒットになった、これで3安打猛打賞、2アウトランナー1塁。バッターは6番金村、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。バファローズこの引っ張った打球はレフトへ、ここはフライになっています。最後はレフトフライ、掴んで3アウトです。しかしこの回バファローズ2本のホームランで追加点を挙げています。それではここまでのハイライトをご覧いただきましょう。1回の裏、このチャンスの場面、打ち返すも内野ゴロ、先制とはなりません。2回の裏、ワンアウト二塁三塁で8番バッター古久保、初球から狙っていました。バファローズ一振りで先制。
続く攻撃、ツーアウト二塁の場面、2番山本、その初球をしっかり弾き返します。バファローズ1点を追加します。3回の裏、得点圏にランナーを置いて迎えるは5番クリ、2球目を捉えました。バファローズ2点を追加します。6回の裏、バファローズの攻撃です。一方イーグルスはピッチャーが変わります。背番号21、鎌田がマウンドに上がります。さあマウンドに上がったのは鎌田、今シーズン15試合目の登板です。昨日のゲームでは3イニングを投げています。生い球だったんですけどね、ピッチャーの代わり花の初球は狙っていかないといけませんよね。そうですか。低めの変化球です。危ない球です。3ボール2ストライク、打ち上げた。この打球はフライになっています。変化球に泳がされてワンアウトとなっています。8番バッター古久保、今日はホームランを放っています。ワンアウトランナーありません。打ちました。打球は切れてスタンドへ入り、これは三塁側のスタンドに入ります。ノーボール2ストライクです。これはセカンド浅村抑えて2アウトになりました。バッターボックス牧、今日はまだ当たりがありません。前の打席はいい当たりだったんですけどね、タイミングは取れてるんで期待していいと思いますね、期待しましょう。2アウトランナーありません。低めはボール、ボール先行です。打ちました。伸びていく。3球目打っていきましたが最後はレフトフライ掴んで3アウトです。赤星さん、ここまで最高の形で試合を進めているでしょうね。そうですね、今日はもう本当に思うような展開になっていますよね。そうですね、ですからこのまま一気に勝利へという思い強いと思います。打ちました。これは浅いフライ、ここは打ち上げています。2球目打っていきましたがレフト掴んでワンアウト。2番バッター山本、先ほどの打席でライトへのツーベースヒットを放っています。鎌田、まずは先頭バッターを打ち取っています。打ちました。これは大きい、伸びていく、右中間破っていきました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達、これで4打席連続のヒット、ワンアウトランナー2塁となりました。3番バッターデイビス、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。よく伸びましたよね、ナイスホームランでしたね、打った、大きな打球になった、レフト下がっ、飛び込んだ、ツーランホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン、初球でした。しっかりと引っ張ったあたりはフェンスを越えていきました。追加点が入りました。オリックスバファローズ15対0、頼りになる男がやってくれました。バッターボックスには指名打者の小栗、先ほどの打席でソロホームランを放っています。よく伸びましたよね、ナイスホームランでしたね、はい、ホームランの感触が手に残ってるでしょうね、はい、この打席も期待しましょう。バファローズホームラン、この打球はこれは一塁側のスタンドに入ります。一二塁間取りました。ツーアウトです。バッターボックスには5番クリ、先ほどのヒットはナイスバッティングでしたよね、はい、今日は調子が良さそうですよね、そうですね。ツーアウトランナーありません。次が2球目、打ちました。ライト下がっていく、下がっていく、ライト見送った、ソロホームランが出ました。これでホームランダービートップとの差は1本。三塁回って今ホームイン、さらに1点を追加します。リードをさらに広げていきます。打席には6番バッター金村、バファローズホームランで得点を挙げています。
打ちました。これは大きい。伸びていく。外野大きな打球になった。まんまん中左中間破っていきました。バッターランナーは二塁まで進みました。これで3安打猛打賞。ツーアウトランナー二塁。際どいコースですがアンパイアの手が上がりました。高め大きく外れました。カーブすくい上げた。この打球はフライになっています。浅村が掴んで3アウトです。しかしこの回バファローズ2本のホームランで追加点を挙げています。8回の裏に入りました。バファローズの攻撃、バッターボックスは8番古久保。今日はホームランを放っています。バファローズ攻撃が噛み合い大量リードで8回の攻撃に入りました。赤星さん、点差はあるんですけれども、はい、先頭バッターとして役割をぜひ果たしてほしいところですよね。そうですね、点差があるからこそ丁寧に繋いでいくしかありませんからね。まずはこの先頭バッターを出していきたいところです。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達。これでマルチヒット。ノーアウトランナー2塁です。バッターボックスには代打のブライアント。まあここでさらに点差を広げておきたいですよね。まずはボールから入りました。外の低め見極めます。改めてお聞きします。バッターボックスのブライアント、どういったタイプのバッター？打った！ライトが下がっていく。頭上ぐんぐん、そのままスタンドに入りました。ツーランホームラン。これで7試合連続のホームラン。ストライクを取りに来たところ、しっかり引っ張ったあたりはスタンドまで届いています。追加点が入りました。オリックスバファローズ、鮮やかなホームランを見せてくれました。バッターの水口、ここ5試合で打率は6割を超えていますが、バッティングの調子が上がっていると見ていいでしょうか。そうですよね、ただ打点が少し物足りないですよね、はい、チャンスの巡り。バッターボックスには代打のドレイパー。まあこの回でリードを広げておきたいところではありますからね。初球打ち、ライト下がっていく、下がっていく、入った。ホームラン、ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。今ゆっくりと打ったバッターホームイン。代打起用に応え1点を追加します。点差はますます開いていきます。バッターボックスは2番山本。前の打席はツーシームをうまく打たれましたから、今度はその使い方を工夫したいですね。ええ、さあここはどういった攻め方をしてくるか。これも初球打ち、あっと弾いた。ボールを拾ってアウト。際どいタイミングでしたが一塁アウトです。バッターボックスは3番デイビス。先ほどの打席でツーランホームランを放っています。よく伸びましたよね。ナイスホームランでしたね、ええ、一発打ってリードもしてますんで余裕を持って打席に立ててるでしょうね。ええ、そうですね。イーグルスピッチャーが変わります。4番を迎える場面でマウンドに上がるのは菅原。さあマウンドを任されたのは菅原。今シーズン14試合目の登板です。昨日のゲームでは2イニングを投げています。打ちました。セカンド取った。セカンドフォースアウト。一塁転送はアウト。ダブルプレー。しかしこの回バファローズ2本のホームランで追加点を挙げています。今日は見事な完封で白星を挙げました。オリックスバファローズが相手打線を完璧に抑えて勝利しました。いやー、小宮山さん、選手が本当に生き生きとプレーしてますよね。